シンドリシャン。マシーン。チーフ、マシンドリシャンです。いやいや、こいつでしょ。マシーン。ガッハ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 。わお。マシンドリシャンよ。どれも違う。お疲れ様です。前田です。今日はこちら。マシン戦隊キラメイジャー、キラメイシルバー完全なりきりセット、デラックスシャイニーキラメイチェンジャー&シャイニーブレイカーです。各パッケージは含まれません。はい、ということでですね、マシン戦隊キラメイジャーの新戦士ですね、キラメイシルバーの変身アイテム、これですね、キラメイチェンジャー、シャイニーキラメイチェンジャーと武器、シャイニーブレイカー、これでございます。これがセットになったスペシャルパッケージでございます。はい。このセットを一つ買えば二つのおもちゃが入っているということなんですけど、それぞれ単体で買ったこの箱は入ってなかったですね。中は段ボールでした。はい。もうちょっとで登場予定のキラメイシルバーですね。かっこいいですね。銀の顔にオレンジ色のこのゴーグルっていうんですか、これがすごい特徴的ですね。で、これは角なのかドリルなのかわかんないですけど、キラメイストーンでできてるような、はい、造形ですね。すごく綺麗ですね。早く登場が待ち遠しいんですが、もうすでにですね、何人かの YouTuber の方がこのおもちゃのレビューはされてますので、僕はまあ細かいレビューはまあいつものごとくですね、端折りまして、今までのですね、ドリル型のおもちゃなんかを交えて適当に喋っていきたいと思います。と言いながら、とりあえず、箱はかっちょいいので、これはちょっとご紹介したいんですけど、こんな感じで、シャイニーキラメイチェンジャーと、シャイニーブレイカーが映ってますね。ワンダーに輝けということでですね、これが決め台詞のようですね。で、遊び方は、はい、シャイニーキラメイチェンジャーのは、キラメイチェンジですね。もうこのままいきますよ。キラメイチェンジはこの真ん中のボタンですね。はい。大人の僕がつけても、はい、問題なくつけれますので、小さいお子さんはバッチリですね。変身します。キラメイチェンジ。シャイニー。これ2個あるんですよ。さっきは輝けでしたけど、2回押すと輝くのだ。あ、2回目か。2個音があるんですね。いきますよ。エクセレント。来ましたね。この2種類が変身音ですね。キラメイチェンジ。遊びでございます。ボタンを押してディスクを回すと。で、二つ目、マシーンですね。これ、一番僕が気になってるところなんですけど、はい、来ましたよ。シルバーの相方はですね、マシンドリジャンということで、こんな感じのマシンのようですね。これ見た目一番近いの、さっき、最初にちょろっと出した、これじゃないですか？冒険者のゴーゴードリルでございます。これ、非常によく似てますよね。まあ、オレンジ色だし、銀だし、っていうことでですね。はい。これを写真を見たおかげで最初の即興コントをまあ作ろうと思ったわけですけど、はい。これに非常に似てますね。はい。これが本物のマシンドリジャンの写真ですね。かっこ別売りって書いてありますけど、まだ発売してないということでですね。はい。これが、召喚遊びということでいきますね。はい。これをドリジャン。あ、これをドリジャン？うん。これがドリジャンを呼ぶボタンですね。ドリルが3個ついてるボタンでございます。いきます。マシンドリジャン。マシンドリジャン。はい。マシーンとか言わないんですね、ドリジャンは。マシーン、あれに動きました。多分傾けた時にこれがちょっと回ったんですよね。今みたいにこれちょっとの角度の変化で今感知しましたね。結構デリケートな。マシンドリシャン。マシンドリシャン。何回押してもマシンドリシャン。
で、ドリジャンを呼び出して、さらに回すと、マシン変形ギガントドリジャン出た、マシン変形ギガントドリラーですよ。これが新しいロボの名前ですね。ちょっと低く声が鳴ってますけど、相当テンション上がってます。で、もう一回な、シュリーンってやると、必殺攻撃ですかね、あのギガントドリラーの。これもう一回なるのかな、あ、変形だ。ループするんですね。ギガントドリラー発進、そして敵を倒すときに、とどめだ、シャリーンみたいな感じでしょうね。はい。これが、これですね。マシーンですね。で、3番目が、キラメコーリング、ということで、マシンドリジャンから通信ですね。このボタンを、押しますと、はい、ボタンを押して、キラメコーリングって言った後にちょっと待つと、今みたいに着信音が鳴ります。あ、止まっちゃった。もう一回。キラメコーリング。はい、これがドリジャンの、通信音。喋り声。うん。やっぱりドリジャンは喋らないんですね。で、もう一回。ここが、キラメイサーチングですね。これはですね、ボタンを押さずにディスクを回すと、このモードが発動します。キラメイサーチング発見、はい、何かを見つけました。キラメイストーンを見つけ出せということでですね。はい、そういう探すモードがあります。もう一回やります。発見。発見。わ、調子いいですね。触っただけで反応しますね。発見。めっちゃ見つかる。ドンマーイ、もう一回は聞きたいんですけどね。うん。やっとなりましたね。実は編集でカットしてますけど、7回目ぐらいです、今の。ずーっとキラメイサーチングを発見し続けてくれましたので、調子良かったですね。はい。という、まあ4モードですね。サーチング、コーリング、あとはマシーンですよね。で、キラメイチェンジ。この4つで遊ぶことができる、はい、キラメイチェンジャーで、あ、キラメイチェンジャー？シャイニーキラメイチェンジャーでございました。はい。ライトがちょっとついてないな。はい、ライトをつけてみると、こんな感じでございます。ここめっちゃ綺麗ですね。ここがなんていうんですかね、地球儀みたいな造形なのかな？うん。何がモチーフかちょっとよくわかんないですけど、はい、とにかくですね、今までのキラメイチェンジャーとはガラッと変わった形と色という感じで、はい、新鮮味がすごいありますね。で、ボタンが3つと。シャイニーキラメイチェンジャーはこんな感じで、で、次ですね。はい、どんどんいきますよ。次は、シャイニーブレイカーでございますね。はい、シャイニーブレイカーはですね、ドリルモードとハイパーアームモードの2モード変形ですね。しかもドリルモードで振動ということで、はい、ご存知だとは思うんですが、皆さん、ちょっと見てみますか。ライトをつけるとですね、パッケージに反射して、ちょっと見にくいので今消してますが、はい。これが本体でございます。シャイニーブレイカーですね。今電源はオフになってるんですけど、オフの状態でもトリガーを引くと、このように、はい、振動システムが内蔵されてますので、電池がなくても、はい、遊ぶことができるというおもちゃですね。素晴らしい。で、電源を入れますね。はい。
入れますと、シャイニーブレイカー。で、これが、ドリルモードですね。ドリルモードでトリガーを引くと、2種類かな?なってますね。で、このままですね、このボタン、エンブレムボタンっていうらしいです。これを押すと、ビーム一丁喜んで、ビーム必殺技ですね。いきます。はい。喜んで時々言うみたいですね。はい。もう一回押すと、ビーム一丁からドリル一発の音が変わります。トリガー。はい。という感じですね。もう一回押すと、ビームに切り替わります。見事なり。はい。これは、時々言うんですね。見事なりは。今お見せしたのがこれですね。ドリル必殺技とビーム必殺技の2モードですね。じゃあ次はですね、ハイパーアームモードに変形、そしてハサミ打ちということで、グリップを引いて変形、エンブレムボタンを押してアームアクションで必殺技ということですね。はい、ということで、本体でしょ?アップすぎるでしょ?はい、この状態からここの黒いレバーをですね、引っ張るというか、こうずらす。そうすると、こうの方がいいかな。はい、これでハイパーアームモードに切り替わりましたね。戻します。こういう感じで変形しますね。はい、で、これでトリガーを押すと、これがハイパーアームモードの通常攻撃音ですね。で、エンブレムボタンを押すと。はい。待機音中にアームを一回ガッチャンコすると必殺技が鳴るという感じでございます。もう一回行きます。待機音が鳴ります。最初僕これ、ここでこのトリガーを引いてたんですよね。あれ必殺技の音鳴らんじゃんって焦りましたね、相当。ここでもちゃんと説明書を読んだらこれをやると書いてありますので、行きます。はい、という感じですね。他にサウンド鳴らないかな。ああ、言いましたね。見事なり。たまに言うんですね、これも。あとはですね、先ほどからお話ししてます。本体が震えるということで、電源がオフでも、これを押すと、ブンブン鳴ると。震えると。電源をオフにして、はい。押すとなんかが回ったり光ったりっていうのはないですね。で、ここ今アップにしてますけど、きらめくボデーですよね。今年これ一押しのきらめいシールで、はい、あ、ここだけか。きらめいシールが使われているので、きらめくボデーがここになってる。あ、こっちもか。これ、あ、ここもですね。ここもきらめいシールで、はい、きらめくボデーとなっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はキラメージャーのキラメイシルバー完全なりきりセットのご紹介だったんですが、この絵面だとですね、何のおもちゃのご紹介かわかんなくなりますね。でもこれサムネにしたいと思って今撮っております。あ、こうした方がいいかな。こうした方がわかるかな。はい、サムネはこんな感じのやつを使おうと思います。
そう、今回ドリジャンのネタということで、ドリルのメカをですね、まあ何体か出したんですけど、まあこれがもう一番ドストレートに似てるなと思いましたね。色も形も。で、まあ、ドリル列車でしょ。で、あとはこれドリル、うん、ドリケラ、うん、そうですね。ドリルの、はい、充電流ですから、出したんですけど、他にもですね、あと、マスクマンのブラックのメカのマスキードリルとか、ゴセージャーのランディックブラザーとかですね、あと、ゴーカイジャーのゴージュドリルなんかも思いついたんですよね。あとは、ジュウオージャーの、モグラドリルですね、キューブモグラくんがドリルモチーフの、まあ、メカというかですね、ロボット絡みのものだったので、出そうと思ったんですけど、あんまり全部出してですね、コントに参加させてもちょっとくどいなと思ったので、まあこの3つにしときました。わかりやすくドリル。はい、まあ一応そんな感じで集めては見たんですが、はい、ドリジャンの登場をですね、心待ちにしながらですね、はい、もうすぐかな。今週はヨドン軍サイドの総集編、クランチュラとガルザが予告ではですね、喋ってましたよね。はい、それが終わると、本編再開だと思うので、あと一週間半ぐらいですかね。はい、ストーリーが新しくですね、進むと思うので、この子がですね、キラメシルバーがこの子って出てくると思うので楽しみですよね。はい、皆さんも気になったらこのアイテムチェックしてみてください。ありがとうございました。じゃあこんなところで今日はおしまいです。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。